それで、calling each other dear friend, the two leaders signed a statement that voiced opposition to the American-led global order and pledged deeper ties in trade, military exercises and space.お互い、2人のリーダーは、お互いに親しい友人と呼び合い、ステートメントが声明に署名した。どういう声明かというと、アメリカが指導する世界秩序と、秩序に対して、反対の声を出し、そして、貿易、軍事演習、それから、スペースは、これ宇宙空間におけるより深い結びつきをプレジ、誓った。で、in private, their talks probably covered much more besides. で非公式には彼らの話は多分その上より多くのことを網羅したカバー網羅したマッチマビサイル、さらにより多くの他のことで、アメリカのオフィシャルズ believe Mr. Xi is weighing Russia's request to supply itwith lethal weapons, including artillery shells and attack drones for use in Ukraine. アメリカの役人というか、アメリカ当局は信じている。何を信じているかと、習近平がロシアの要求、致命的な殺傷能力のある武器や、殺傷能力の武器、いわゆるアーティレリーシェル、弾薬、それから攻撃ドローン、ウクライナに使うための、そういうことを提供することのロシアの要求をウェインとかは検討していると信じている。信じている。ね。それで、If Mr. Xi agrees, it would drawChina into a proxy war with NATO. 習近平が同意したら、そのことに同意したら、そのこと自身は中国を NATO との代理戦争に導いてしまうだろう。